アスリートとしての死の話ってしましたっけ？以前。僕の回では話してないかもしれませんね。まあ僕が引退を決定づけれたのは、まあアスリートとして死んだからかなっていうふうに考えてるんです。今、的場さんがおっしゃった、もうやりきったから、それまでの自分っていうのはもう、この世からいなくなってもいいっていう、その納得があったから、もう競技は続けないっていうふうに思えたんです。で、まあ、本当に大げさじゃなく、人がレースしてるの見ても全く羨ましいとか思わなくなって、逆に、いや、かっこいいことやってたんやな、俺みたいな、そんな感じで、今、現役の選手たちを見るんですよね。なんかこう、まあ、そのやりきれたっていう、で、まあ、引退イコールアスリートとしての死っていう形で僕は捉えたんですけど、からある意味、そのいい死に方を一回練習できたかな みたいな感じですかね 模擬的に。はい、そんなこと考えてます。いや、僕も尊敬するのは勝海舟先生なんですけども、最後の言葉がこれでおしまいなんですよね。はい。これから反応が冷めるために勝先生を思い出します。これでおしまい うん